言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパスです。今回は XY とリュウグウ城に関してですね、オーディションをずっと追ってきまして、グループとしてもね今活動をしていて、まあでもあんまり YouTube で語ることができていないし、サブチャンネルの方も一応稼働させてはいて、そっちの方でもっていう風にも考えていたんですが、それも含めてなかなか自分としては語れていないっていう現状があり、ただずっと気にしてはいて、その件についてまあ今一応現状どんな感じかっていうのを正直に語っておこうかなとは思ってます。まずいろいろ活動してるのは知ってます。 XY に関しても、まあディナーショー、ヨシキさんのディナーショーがあったりとか、あとファンミーティングとか、そういうね諸々のものが XY ですけど、まあ言ってみればファンクラブのコンテンツであるという形で、8月31日までで、まあそういうオンラインファンミーティングっていうのを応募するのがありますという形ではあります。はい、生配信オンラインファンミーティング開催決定みたいな感じで、うん、そうで、まあ YOSHIKI さんのチャンネルにもね24時間テレビ関連で XY メンバーが出たりもしているし、 TikTok も上げてますね。それから竜宮城の方も、まあ、ちょうどその Too Much ですかね、アブちゃんが書き下ろした楽曲で5曲のやつ、そちらの方のまあリリースが決まってまして、で Too Much に関してはもうそろそろ配信されるということでね、うん、で、EP はね9月の13日ということで、これに関しては前にちょっと話もしまして、まあ言ってみればBE:FIRSTのフォースシングルと同じ日にっていうことで、チャートとかの動きとかを見ている人間として、まあ、注目もしているということで、まあ今話した内容についてもちょっとやっぱり少しあるんですけど、うん、まあね、例えばですけど、ずっと BE:FIRST 中心でBE:FIRSTが一番の推しグルであるのをずっとやっているからっていうこと、それをだから語るっていうことは特にしません。言ってみればいろいろなグループとかをもともと応援もしているし、その状況もずっと続いてました。 JO1 とかに関してもそうだったしね、うん、NTM に関しても。ただまず一番の理由として、動画見てくださっている方は知ってくださっているかもしれませんが、 BE:FIRSTのスマイルアゲインの時ですね、それこそ4月の30日ぐらいですけど、あのぐらいの時期に動画でも宣言しましたけど、だいぶ強火気味に行くというふうに決めたことがありました。言ってみればなかなかその MV とかストリーミングとか諸々のものが、一部の強火の人たちがすごく頑張ってて、それを自分はなんか当然のように受け入れていた現状があって、それがすごく違うなって思ったんですよね。これは自分の考えですけど、結果その日本から世界にボーイズグループ含めていろんなアーティストが行くっていうこと自体、それを応援したいっていう立場でやってて、まあそれは自分の趣味でもあるし、なんか、あるいは自分が昔叶えられなかった夢とか希望とかそういったものがあって、それへの投影というかね、その代わりに頑張ってくれっていうところで、おじさんを後ろからサポートするからっていうね、そういう感じの気分でもあったり、そう、それもあるし、まあ日本が元気がなかなかないもんでね、経済的な部分でも、そう人間のね、そういう、まあ進んでいく夢とかそういったものに関しても、まあそういうところで、やっぱり世界に行ってほしいと。もちろんそのボーイズグループだけじゃなくて、最近だと YOASOBI さんもそうだしね、IMASE さんもそうだし、うん、まあいろいろ新しい学校のリーダーズもそうだしですね、 2B のところね、 IMP もそうだしね、うん、Travis Japan もそうと言えるかな、他にもたくさんいると思いますが、ちょっとそれ語ってるとあれなんで、うん、でもその中でやっぱり一番希望を与えられるというか、人々に、それは BE:FIRSTだと思ってはいて、
彼らが言ってみれば城の本丸が総大将が BE:FIRST だと自分は思っている立場でもあるので、他のグループとかはその総大将のもとにいる織田信長のところにいる、まあ、滝川和正だったりとか、今滝沢って言いましたね、それは滝沢くんだけど、滝川和正だったり羽柴秀吉だったり柴田勝家だったりとか明智光秀だったりとか、そういうとこですね。明智光秀とかだと、まあ結局裏切り、まあ、あれもまあいいや、それその話じゃないんだ、そういう話じゃないんだわそう、まあそういうことなんで、でも結局のところ信長がね、総大将が崩れてしまったらしょうがないから、だから BE:FIRST が崩れてしまったらしょうがないと、まあ崩れはしないと思うんだけど、ただ実質支えているのが強火の人たちがたくさんいるけど、その人たちがでも結局いろいろと言われながらメンタルとかもちょっと崩してる人とかも実際見かけたりもして、あ、これはまずいなと思って、その人たちの支えがなくなっちゃったらしょうがないし、だから少しでもその人たちがなんていうか楽になる方とかないのかなって思ったけど、何も思いつかなくて、じゃあちょっと自分が強火になるかっていう風に、結果それでいろいろとその自分の考え方がガラッと変わったりもしたっていうので、まあ、言われたりしたこともありましたけど、結果それで良かったと思ってます。で、自分の場合は強火ですけど、人に押し付けたいとかそういう感じのことは絶対しないって決めてるんで、それは昔そういうのを食らって嫌になったことがあったからね。だから強火って言いますが、いろんな強火があると思うので、自分の場合は燃やし尽くす強火ではなく、温めるための強火だと思ってます。近くにおれば暖かくなるし、なんだったらね、マシュマロを焼いたりとか、肉を焼いてもらっても大丈夫です。まあそんなことで、まあで、それですね、やっぱりそうなると BE:FIRST を中心に追っていくってことになって、結果他のところはなかなか追えなくなってくることも出てくると。で、それと同時期にビルボードとかオリコンとかそういったものをがっつり追っていく感じになったと。まあその当時、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、YOASOBIのアイドルが今でもそうですけど、むちゃくちゃすごくて、で結果ビルボードは今日はどうかな、今週はどうかなで追っていった感じになって、まあその流れですよね。でビルボードだけじゃなくてオリコンとかも追っていくようになって、だからビルボードに関しては100位まで見れるための月額の有料のやつ入りましたからね、330円ぐらいなんで、だからそれもあって、結果そうなってくると、まあボーイズグループガールズグループだけじゃなくて、いろんなグループをとかアーティストとかを追っていく感じにもなるし、それでさらに時間が取れなくなると。そうで、結局のところ自分は専業 YouTuber ではないですから、もともと使える時間限られてくると、そうなってくるとやはり BE:FIRST とビルボード、そちらを追っていくと実際なかなか時間が取れなくて、もちろんその今何やってんのかなっていうのは注目はしているし、 TikTok とかもね、 XY も竜宮城も見たりはしてますが、動画で上げるほどの考察とか情報を仕入れるっていうところまで至らないのが現状です。そう、ただ追いかけてはいます。だから BE:FIRST と絡んでくることとかがあったら、また多分追っていくことになると思うし、がっつりとね、前に言われたんですよ、竜宮城のことを語っている動画なのに、実際にはそのスカイハイとBE:FIRST の話を結構してて、なんかあんまりわからないですって言われたことがあって、竜宮城じゃなくてその女王蜂ファンの方に。その時はでも自分は結果そういう追い方しかできないしなっていうふうに思って、その BE:FIRST とかもろもろと絡めるっていう。でもなんかね、やっぱり中途半端な感じでやっちゃうとそういう感じになっちゃって、それで結局あんまり意味ないのかなっていうふうに思ったりもしたので、だから、まあ、結構ね、スカイハイがもともと0年0組アブちゃんの教室にゲストで出ていて、まあゲストでですけど、まあアブちゃん先生と話をして、竜宮城メンバーとかね、00参加者とは話してはいなかったけど、まあそういうのもありましたし、XY に関してもね、やっぱライア君がいるから、その流れでいろいろと見ているとね、面白いこともあって、そこもありましたよ。まあダンクショーケースも出てくれましたしね、その流れもあったから、 XY に関しては特にそういう感じではあったし、竜宮城もライブを配信で見ましたが、ダンクのシャツを着ていたりとかして、
当然だからその辺はつながっているし、お互いにちゃんとリスペクトし合っているっていうところがあるので、そこの部分はもちろん忘れてはいないし、あの XY も竜宮城も本当に一緒に BE:FIRST と一緒に行ってほしいから、世界にそういう風に考えてますよ。そうで、現状ね、やっぱり XY 竜宮城だけじゃないんですよね。マーゼルに関しても本当になかなか思ったより終えていなくて、昨日出せたのでなんとかあれでしたけど、エイキ君の始球式の件、なかなかね、心苦しいですよ。追っていける数って限られてるなっていうか、自分の場合は、しかも BE:FIRST がっつりっていうのは、もうこれは、やっぱりそうなっているので、でもこれは本当に、今のところ、その感じをやめる気はないです。うん。まあだから、そうですね。まあそういうこともありましたし、まあ圧倒的に時間がね、足りないですね。あとはそうですね、結局、あとそれと最近で言うと、まあ、結局そのなんかね、ちょいちょいちょっと今日は竜宮城やるかとか、XY やるかって思う日もあって、まあ、やるかって言うとおこがましいですけどね、単純に勝手に語ってるだけだからね。でも、やっぱり BMSG 関連の供給が多いしね、あとここ最近で言うと、ロックインジャパンとサマーソニックに行ってたので、そこで聴く予定のアーティストとかの、曲を結構聴いたりするのもあったりしたし、今もローリングストーンジャパンライブ行くので JP ザ・ウェイビーとか、あのいろいろリルリーグとか聴いたりしてて、ムーンチャイルドも聴いたりしてて、あとありましたから、それで、まあ、サマソニーとかね、ロッキーに関しても、もともとハイドとかワニマとかラッドウィンプスとか聴く予定があったし、まあ結果ロッキーでラッドウィンプスはちゃんとは聴けなかったんだけど、うん、サマソニーに関してももともとフォールアウトボーイとか聞く予定だったし、うん、まあ、ブラーもね、そうだったし、で、まあ、星野源、夜遊びとかの予習だったりとか、もろもろやりました。で、そうなってくるとね、まあ、でも、サマソニでも結局、そのカミーロっていうね、コロンビアのアーティストが、なんていうか、すごくハマって、面白かったんですけど、そう、だから結局自分は、BE:FIRST もそうだけど、音楽ファンっていうところの属性が強くて、だから今度、前も話しましたが、もともとヘビーメタルが好きだったもんで、モトリー・クルーとデフレパードっていう、もうヘビーメタルのレジェンド的なバンド2つあるんですけど、今となれば本当にレジェンドですよね。そこのライブ行くので結構テンション上がったりもしてるんですけど、そう、だからね、なかなか今のところ語れてないんですけど、ただ機会があれば語りたいと思っているし、本当に。あのね、結局ね、さっきそのちょっとヘビーメタルとかの話もしたけど、ハードロックヘビーメタル、まあロック基本的に好きだし、ヒップホップが一番好きなんですけど、ロックもずっと聴いていたからそうなんですよ。で、XY に関しても、竜宮城に関しても、プロデューサーがロックの人じゃないですか。まあ、YOSHIKI さんであり、アブちゃんでありっていうところだから、だからやっぱりね、そこのバイブスっていうのは非常に感じてはいて、でもあと、それと同時に、やっぱりこうロックの界隈から来たっていう部分だから、あのファンダムっていう部分で動いていくっていう部分をこう念頭に置きやすい自分としては、まあ、実際には分かんないですけど、 XY と竜宮城のファンダムの動き方はやっぱりそのロックのファンダムというか、ロックのファンダムなのかどうかは分かんないけど、まあ、K-POP だったりとか、ジャニーズさんだったりとかの動き方とは違うなっていうのは思ってますよ。だからその中に自分のルールを当てはめるっていうのも違うのかもしれないし、まあ、自分の考えとして述べてはいますけどね。だから、例えばですけど、で、おせっかいに XY や竜宮城のファンダムにこういう風に動いた方がいいですよみたいなことを、まあ、もともと K-POP の方のファンダムとかの動き方をずっと追っていたので、その K-POP のファンダムのそういうのを、まあ、別に誰から求められてないけど、おせっかいに言うこともできるけど、それ多分そもそも XY も竜宮城も求めていないだろうし、当然 XY と竜宮城のファンの皆さんも求めていないだろうから、だから K-POP だったりとか他の一般ボーイズグループのそういうセオリーとかやり方を押し付けるような動画は撮ってもしょうがない X なんですけど、うん、まあだからその辺もろもろあって結構難しいなっていうところは正直ありますね。うん、まあでもね、ロック結構最近まだ聴いてるのも
あのロック好きとは言いつつもやっぱりヒップホップとかあとボーイズグループの比重が強くて、やっぱなかなかそこに行き着くことってなかったんですよね。でも結果やっぱり多分、ね、XY 竜宮城を聞くことで、当然 YOSHIKI さんの YOSHIKI さんっていうか、まあ、XJAPAN をまた聞いたりしてた時期もねあったし、うん、最近また聞いたりもしてますけど、ヘビーメタルですからね XJAPAN も。で女王蜂もね聞いたりとかたまにしてて、まあ聞いてるのは主にメフィストですけどね、あの推しの子のエンディングテーマ、まあ、YOASOBI のアイドルがオープニングでね、うん、まあ、結局そのスマイルアゲインの時に強火になったのは YOASOBI アイドルが強すぎたからってとこだけど、結果そのね YOASOBI アイドルも、うん、サマソニで聞いてぶち上がったし、結局のところね音楽が好きなんだなってとこはありますよね。でもそういったもろもろ聞いて、あの本当にバンドからあの昔のレジェンドの外国人のいろんなものから、でブラーみたいなねリアム・ギャラガーとかね、それから本当にレゲトンだったりレゲエだったりとかね、そういうのも全部聞いた上で、いろんな音楽聞いた上で、そのボーイズグループとかだけではなくいろんな音楽聞いた上で、やっぱり BE:FIRST すげえというところが今の現状で、で XY と竜宮城もそこにこう一緒に世界に行くためのそれだけのパワー持ってると思っていますよ。マーゼルも当然そうだけど、前ちょっと語ったことあったけど、なんとなくオーディションを見た関係上、BE:FIRST、マーゼル、XY、竜宮城はなんとなくこう日本初のボーイズグループの四天王みたいな感覚でいるので、そう、あの本当にだって日本風というか、XY も竜宮城もそれぞれのそのやり方で日本風のものを出しているし、ね、まああの BE:FIRST、マーゼルは当然スカイハイの BMG のものだからね、それでそこはあるわけですけど。だからそういったことで、もろもろ動きは全部追ってってますのでね。うん、そう、サブチャンネルでね、いろいろ語るっていうのもやっぱ考えてはいるんですけど、いかんせん時間がなさすぎてね、サブチャンネルももう10日くらい更新できてないんで、まあそんな感じですね。ただ本当に追ってはいますので、うん、今後も本当にね、たくさんいろんなこと出てくると思うので、その都度追っていけると思ってます。で、まあ実際、竜宮城に関しては、そろそろね、本当に、配信のシングルが出ますんで、そのオリコンとビルボードを追っていくっていう自分の中のそういうねミッションもあるからね、うん、ミッションね、待ちわびた時が来た、オンチだな、ちょっと朝だから声がね、はい、ちゃんとしよう、はい、なのでもろもろまた追っていけると思います。 XY に関してはね、ニューリリースがあったらそこでガッツリ追っていけると思うけど、やっぱ曲が出ればね追っていきますよ。で当然だけどオリコンビルボードでも、まあ、あの順位がどのぐらいかっていうところは抜きにして、あのやっぱり竜宮城と XY に関しても自分の中では優先してその語っていきたいって思ってますから、そこの部分ですね。まあその流れで言うと、ちょっと竜宮城が本当にそろそろリリースがあるから、そこは楽しみですね。当然そのまあ自分は BE:FIRST をもちろん中心に追っていきますけど、そこの部分も含めて竜宮城 XY に関しても追っていきますよ。 XY もそろそろバンドのねあのオリジナル曲が出るといいなと、ロックやっぱりね聞きたいなってとこもあるし、そんな感じですね。はい、まあそんな感じです。まあもろもろまたいろいろありますけども、追っていきたいと思ってます。はい、あのなるべく時間が作れればいいと思ってます。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部、グランパンパースでした。